皆さんこんにちは。この度峠口あゆみを演じさせていただくことになりました三上しおりです。私が演じるあゆみちゃんなんですけれども、青森県出身で青森県の方言をしゃべる女の子です。私自身青森県出身、そして同じ方言をやっぱり使っていたので、あゆみちゃんを演じられることがすっごく嬉しかったです。そんなあゆみちゃんはですね、青森の方言で言うとちょっぱりな人という印象なんですけれども、そんなあゆみちゃんがあけびちゃんと出会って、とある出来事をきっかけにあけびちゃんにちょっと興味を持つというか、なんか気になる存在としていつも見ていたんですけれども、あけびちゃんと関わることによってあゆみちゃんがどう変わっていくかっていうのは、ぜひアニメで確認していただけると嬉しいなと思います。そして原作を拝見した時は本当に一つ一つの動きや動作、そして表情がとっても素晴らしい作品で、もう私自身何度も何度も読み返しては、あ、わかる、この角度好き、あ、この動きめっちゃ好き、あ、このラインすごい好きみたいな、私自身とても心が躍るような作品でございました。そして何よりね、今回アニメ化ということで、もう皆さんにその動きがどう届くのか、私自身とても楽しみにしています。ぜひアニメ放送を楽しみにしていてください。三上しおりでした。